はい、どうも、吉野です。今回ですね、熟成さんからお問い合わせいただいたので、回答していきたいと思います。はい。吉谷さんが以前動画で話していたんですけれども、魔のグループという LINE グループがあるみたいですけれども、まあ、バーって書いてあるんですけど、その LINE グループで、まあ、吉谷さんと、こう気軽に交流できる、それは場所だとは思うんですけど、まあ、熟成のそういう場所は作らないんですか、うん、っていうところと、あとは、その差は何なんですかっていう、この2点の質問ですね。まあ、LINE グループっていう魔のグループがあるんですけど、そのグループで、まあ、吉谷さんと気軽に交流できるとは思うんですけども、熟成さんはそれがないので作らないんですかと、あとはその差ですよね。なんで熟成なのにそれがないのみたいな、このまあ2点ですかね。まずですね、この魔のグループに関しては、まあ、今回ご意見、その熟成さんとの差があるというなんか印象があるみたいなんで、僕は退会します。はい、退会します。もともとこれはですね、そもそもそのドリームアカデミアが開校する2年前ぐらいですかね。うん、まあその交流というかね、まあ多分まあ知らない方はほとんどだと思うんですけど、もう4年3年前ですかね、わかんないですけど、かなり前ですね。そのまあ僕がぼやくシリーズをなんか撮ってたんですよ。 なんかぼやいてて、でその YF さんっていう方がいらっしゃるんですけど、で YF さんもその僕のぼやき動画を見て、で吉田さん、私もぼやき動画作りましたみたいななんかメッセージが来て、でそのなんかそのぼやきのやり合いなんですね。なんか YF さんへぼやくっていうのも100超えてますけども、でその時に YF さんがあのこのなんか続きそうなんで、ちょグループ作りましたみたいな、うん、グループ作りましたみたいな感じで、グループの方を作っていただいて、単純にそこのグループでは何をやってたのかっていうと、お互いにぼやくっていうお互いにぼやくと。だから正直ビジネスの話あんまないんじゃないかな、してたかな、まあ、僕もね100回ぐらい YF さんにぼやいてるんですけど、いやビジネスの話あんましてわかんないですねまあそれでできました。で最近ここ半年か1年かわかんないですけど、途中からなんかちょいちょいなんか増えてきたんですよ。で僕がその魔のグループをね、あの運営してるわけじゃないので、なんか紹介でなんかこう入ってきて、まあまあ別にいいんじゃないかなみたいな。でじゃあそのグループで何やってたかっていうと、同じようにそのぼやくみたいな、お互いにぼやくっていう。だから LINE グループではその吉谷さんこういう質問があるんですよではなくて、動画投稿のやり合いですね。ぼやきとぼやき投稿のやり合いですね。ただまあなんだ、そういうふうに仲を知らない方は気軽に吉谷さんとその交流ができるんじゃないかというね、中見てないと分かんないですけど、うん、でまあそういうふうにとらわれてしまってるんだったら、別にそういう意味でやってるわけでもないですし、そもそもドリアカをもう開校するかなり前からグループっていうのはありまして、ただ最近ちょっと増えたっていうだけの話ですね。で別に僕はもういる必要もないので、そう思われてしまう、そう思われてね、あの熟成さんになぜないのみたいなって思われるんだったら、僕が退会すればいいだけの話なんで、退会します。はい、なのでまあこれでいいんじゃないかなと思います。であとは、そのじゃあそのドリアカの方にですね、ドリアカのそういう LINE グループは作らないんですか、コミュニティですよね、気軽にこう交流できるコミュニティは作らないんですか、熟成さん同士だったりとか、僕と交流できるそのネット上のコミュニティみたいなのは作らないんですかっていう件、あのここに関しては作りません。こう作らない理由があります。でこれは僕はドリームアカデミアを運営する前から、まあ、いろんな塾だったりいろんなコミュニティの運営に携わってサポートをしてきたんですけども、何回かこれがあって、これがどういう事件があったかっていうと、そのまあ塾生さん同士で交流し合える、まあ気軽にこう交流し合える、まあねその、うん、塾長もいてみたいな、まあそういう場が用意しました。でそこでどういう事件が起きたのかっていうと、あのね、塾生さん同士でそのネットワークの勧誘がバーって始まって、それでなんかもうすごいことになったんですよ。
すごいことになったんですね、うん、でそのネットワークの勧誘した人も、うん、同じ塾生さんだから、まあ、信用できるだろうみたいな。だけどそのネットワークがちょっともうちょっとやばい感じのネットワークで、でも全然炎上したんですよ。でまああのじゃあそのドリアカの塾生さんがね、あの、うん、それはないとは思いますけど、あった場合僕ね対応ができなくなるんで、だからその可能性が 1% でもあるんだったらやりたくないですよ。だからそこ面倒見きれないんで、だから可能性が 1% でも僕はその過去にそういう経験をしてきてるんで、だからやらないですよ、うん、1% でも可能性があるんだったら。例えばおそらくなんですけど、ドリームアカデミアの塾に入って凡事徹底してちゃんとやっていただいている塾生さんもいます。ただ、やっぱりいつも通りに、メルマガとかね LINE アットが来て他の儲かりますよみたいなやつまた買ってしまったという人もいるでしょう。もしくは、まあ、そういうあのネットワークを批判してるわけじゃないんですけど、まあ、そっちにね気持ちが揺らいでしまってっていう人も絶対いてるんですよ。だからそれも僕は知ってるんで、なんか、うん、まあその本当にドリームアカデミアのね、例えばあとはドリームアカデミアのその入学するとルールですよね、ルール守ってくださいねみたいなルールもありますね、報告連絡相談みたいな。でも結局その報告来る人も少ないし、要はあの報告連絡相談みたいなのも塾生さんが結果が出るように報告連絡相談をちゃんとすれば結果が出る仕組みを作ったわけですよ。だけどそのルールを守らない人も結構いるわけですよ、だいぶ、うん、そうだから、うん、ルールは一応僕も作りますし、だけどルールを守らない人がいるっていうのは事実としてあるので、じゃあその場合例えばね、新しくじゃあそういう経験を踏まえて、踏まえましたと、じゃあグループやります、だけどルール守らない人もいたりとかするので、でそんな場合対処はね申し訳ないですけど、そこに僕は精神的なストレスとそれをかけたくないですね。申し訳ないですけどそこは、うん、前その事件があっても僕はもう嫌だったんで、うん、そのサポートしてたんですけど、なんかいろいろあってね、ごちゃ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 あったんですよ、塾生内で。もうちょっとやめてほしいっていうね。だからまあそういうのがあるので、その、そのグループ、そのネット上でのグループ、昔はその Facebook のコミュニティみたいなの作ってたんですけど、昔 LINE そんなに、昔はね LINE なかったんで Facebook のコミュニティでね、まあ LINE か Facebook のコミュニティが一緒なんですけど、それやってたんですけど、じゃあ炎上しまして、うん、はい、まあそういうのは経験してますので、ドリアカのそのグループ的なコミュニティ、Facebook のグループコミュニティだったりとか LINE グループのコミュニティっていうのは作りません。ただその代わり、まあこの前東京でもね新年会をやったんですけど、リアルでね会える場所っていうのをできるだけ作るようにしますんで、まあ今回初の、まあまだ大阪やってないですけども、大阪し東京やって、大阪あとは福岡ですね、はい、これをリアルでやって、でそこでリアルで来た人同士で、まあ東京もね LINE でこう交換してジョイントとかも生まれてたんで、ああよかったなと思うんですけど、なんかそのそこにちゃんと来てね、やる気ある人って来るじゃないですか。で、そこで相乗効果でなんか出るのはいいのかなっていう。うん。まあそこでね、実際に直接会って、直接そこで LINE の交換したりとか、そこでそのなんか、うん、つながりがあればいいのかなっていうところで、うん。そう。実際にその場所まで行って、同じ時間を共有して、で、同じ時間、その空間に行って、いろいろ話を聞いてですね。それで仲良くなって、なんか一緒になんかやるとかね、そういうのはいいんじゃないかなと思いますんで、まあこれからもそういう場をできるだけ設けられるように、新年会以外でもそういう場を設けられるようにしたいなと思っております。だからネット上のグループとかは絶対作らないですね。可能性が 1% でもある限り。はい。はい、まあ一応そういう経験があるとですね、うん、昔何回か炎上してるんで、それで。大変でした。まあそんな感じですね。あとは大丈夫かな。まああとはそのまあ塾生さんとの差ですよね。うん。そこの、まあ、のグループはなんでそんなになんか吉谷さんと近場で交流できるんですかっていうところに関しては僕はもう退会しますんで、はい、それでいいんじゃないかなと。
まあ、そもそも なんかそこでリアルタイムでお問い合わせとかないですから、まあ、そもそもぼやき合いですから、ぼやき合いなんで、まあ、そこはすいません、グループ入ってないとどういうそのグループのやり取りがあるのかっていうと分かんないじゃないですか、表面上では、中は動画のぼやき合いです、はい、な感じですね、はい、ということで、これで大丈夫かな、はい、ということでお問い合わせいただいた内容について回答させていただきました。ありがとうございます。